一応一通り高江辺野古、合わせ御免とこの報告が終わりまして、この後は意見交換ということで全体を通じてのいろいろな意見交換をしたいと思います。でその後も閉会対策で終わりという感じになっていきますが、この間意見交換の進める進行役花尾さんの方にバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。皆さん長時間聞いていただいてありがとうございます。お疲れのところあと20分ぐらいしか時間がないのですが、意見交換したいと思います。5時にはここ完全に明け渡さないといけないという約束ですので、ちょっと時間足りないんですが、このようにご協力いただければありがたいと思います。それでですね、今日のシンポジウムは実は去年の10月に、沖縄市で開かれた海門大進行、それにちょっと申し訳なかったんですけど、浦添海岸が割愛されてしまったということで、沖縄本島に限った大問題だけになっているんですね。ところがもう沖縄本島だけじゃなくて、八重山も宮古も、それから奄美の方もね、いっぱい大問題がある。で、ちょっと申し訳なくて、その時間が取れなかったんですが、今日は幸い、新石垣空港の問題を、資料をお持ちいただいて発表してくれる。芦澤さんがお見えになってますので、まずはそのお話をこちらにして、説明いただければと思います。お手元の封筒の中に西宮新幹線空港問題資料が入っています。八重山白穂の海を守る会の芦澤です。今日の封筒の中にですね、本当に開港していいのか、危険な新石垣空港は廃港へ、合格処分取り消し訴訟提訴へという、こちらの、資料がありますので、ちょっとご覧ください。で、新石垣空港なんですけれども、実はこの3月7日に、もう開港するというところまで、実は来ています。で、先ほど、花輪さんの最初の基調報告の方で、経過についての説明があったと思うんですけども、新石垣空港の建設問題というのは、1979年から始まっている、大変古い運動なんですけれども、この時は、白穂の、サンゴの上が埋め立てられるという計画で、サンゴの上が埋め立てられるという計画で、これは世界的にも大変大きな問題になりまして、IUCN の方から2回も、撤回の勧告が出ているわけなんですね。それで89年に1回撤回されまして、でその時は唐岳東庵という建設地が 1.5 キロ北 の計画になったんですけど、それもやはり白穂の珊瑚が一度埋め立てられるということで大きな問題になりまして、で92年に三原庵というこの完全に内陸の案になったんですけども、それはまた農地が壊されるということで、本当に二転三転したんですね。それで今の案になった、これ、唐岳陸上案と言われているんですけども、これはもう2000年にこの案になったという経過があります。で、その間、今の空港というのは、港に大変近くて、実は便利なところなんですけれども、滑走路の長さが1500メートルしかなくて、オーバーランの事件がかつてあったということで、で今の空港を伸ばす余地がないということで、新しい空港というふうなことになっているんですけども、実はその今の空港を拡張するというふうな、一番お金のかからない案というのは、この間、全然検討されてなかったという経過があるんですね。それで、先ほども大変いい加減なアセスメントによって今回 の案で合意に進められたという過程が説明があったんですけれども、ここ の白穂の珊瑚の上を直接埋め立てるという案では今はないんですけれども、やはりそのキラキラのところまで
まあ、空岳という山の上をずっと平らにして、それで盛り土をしてというふうな案なので、で、白鳳の草も大変影響があるということと、あと、まあ、カムルバシとかカグラコウモリとか、225種にも上る貴重な希少生物がいるところなんですね。で、まあ、コウモリの数なども大変低く見積もったアセスメントで、まあ、そこら辺も大変問題のある家庭のもとに、で、進められまして、今度いよいよ開校というふうなところまでもうすでに来ています。で、八重山白鳳農業の森会が中心になりまして、で、今、訴訟が4つ行われています。で、1つは設置許可取り消し訴訟というもので、で、これは国交省が相手です。で、去年、まあ、控訴審で10月26日に敗訴しまして、今もう上告まで行っています。で、あと事業認定取り消し訴訟、こちらも国交省が相手で、これはまだ第一審の段階なんですけれども、3月12日にも結審というところまで来ています。で、3つ目の裁判が収容採決取り消し訴訟という裁判で、これは沖縄県が被告です。で、こちらは沖縄那覇地裁の方で裁判を行っています。で、これもまだ第一審の状況です。で、この新たな裁判をまた起こそうと第4の裁判がこの合格処分取り消し訴訟というので、合格処分というのはこちらの国交省の方がこちら の完成検査はこれでもう OK ですよというふうな許可を出して、それで開校という運びになるんですけれども、その OK ちょっと待ったということで合格処分取り消し訴訟というのを新たに起こしますので、今原告を募っているところです。で、今 の大きな争点は、まあ、環境のことについてずっとやってきたんですけれども、この新志学空港は実はカルスト地形という大変まあ、この地面 その下の方が琉球石灰岩 でたくさん の洞窟があるんですね。で、そこは常に地下に水が流れていて浸食されていると。で、どういうふうなことなのかというのは、こちらの市場架空討論というのは、去年 の裁判 の判決の前に出した英霊ならぬという私たち の解放で説明をした架空討論会というのがあるので、こちらを見ていただきたいんですけれども、大変危ない地盤なんです。で、その地下が浸食されることによって滑走路が陥没するという大変大きな事故が起こる恐れがあるんですね。で、今はそこを争点として裁判が戦われています。で、今あまり時間がないので詳しいことは説明できないんですけれども、ぜひこちらの資料をお持ちの上、容疑の上、納得された方は合格処分取り消し訴訟、これ第一次の締め切りがもう2月26日という大変厳しい、まあ、本当に短い時間なんですけれども、ぜひこちらの裁判の方をですね、原告になっていただけると、まあ、原告が無理であればぜひ資金的な援助をお願いしたいと思いまして、今日はこちらの方に立たせていただきました。貴重なお時間をいただきまして、どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、芦澤さん、どうもありがとうございました。新志学空港の問題も、これ沖縄の中では環境破壊の問題、環境問題、それから地域住民の方々の反対を押し切ったという大きな問題を作っているものですね。確か滑走路の工事現場には遺跡が発掘されて、日本で一番古いんじゃないかと思われる人骨、人の骨が出ているということも報道されていました。そういったものをきちんと調査もせずに空港滑走路を作ってしまう。しかも空港の位置は石垣島ですので、与那国島とすぐ近く、自衛隊配備の問題、それから古い空港を一体どうするのか、また軍隊が来るのじゃないか、これも那覇空港拡張と同じように、非常に気が臭い問題を含んでいるということで、この問題の一つだということができます。それでは、時間が、あまりなくなってきましたが、それぞれの発表に関しては、少しずつご質問いただきました。で、ここでは、まあ、ご質問の続きと、それからですね、今日参加されて思われた感想など、あるいは自分で提言したいことなどあったら、
ちょっともう時間もないので、1人2分ぐらいのうちでご発言いただければと思います。この方、挙手をして、感想なり、主張なり、あるいは質問でも結構ですけれども、はい、どうぞ。山形と申しますけど、先ほど2回ほど質問しまして、この一連の問題を見てて、もうやっぱり共通点は一つで、なんか要するにガーデンに行くというか、そういうことを考えている人が入ってきて、フィクションを作って何が何でもっていうのがあるので、その方法を正さなきゃいけないのかなというか、米軍基地だったらいろいろ安全保障とか対策とかありますけど、結局当時って、何も沖縄に帰るとかもそうですよね。だからそれを感じましたね。なんかもう裁判は裁判で、司法は日本の司法ダメですから、まあ、どれも変えていかなきゃいけないけど、やっぱり根本はなんか結論ありきのなんかそういうプロジェクトというか、プロジェクトのためのプロジェクトっていう、そういうのをなくしてきてるんじゃないか、そのために知恵が必要だと思います。まさにおっしゃる通りですね。これその沖縄に対して本土の政府がこれまでどういうふうに扱ってきたのか、そしてこれからどう扱おうとしているのかが、まさに今この大問題として現れているところだと思います。これはやっぱり我々自身がきちんと分析して考えて意見を言って、そして止めなければいけないものは止める方法を考え出して行動するということがやっぱり必要なんだと思います。他にどなたか、はい、じゃあ先に手を挙げた方から。ぬくいと言いますけれども、今回いろいろと沖縄の状況というのを見させていただいているんですけれども、チラシの方にも書いてありますけれども、公共事業と基地建設というのはリンクしとる いるということでですね、やはりそういった基地建設、基地の状況と、やっぱり公共事業に依存させるような、構造的な問題っていうのが、沖縄の場合かなり顕著なんだろうと思うんですけども、そのあたりは具体的にはどういうふうな形になっているんでしょう。例えば依存度とかそういったもの、構造的な問題についてちょっとお聞かせいただければと思います。このあたりになるとどなたかフロアの方で、自分はこう考えているようなことをおっしゃられる方だいぶおられそうな気がするんですが、吉田さんどうですか。一言、吉田さんのご感想でも言っていただければと思います。吉田と申します。今日は品法も含めて沖縄全体の環境の問題ということで、皆さん非常に関心を持たれてきたんだと思うんですが、これは大和ではやっぱりそれほど関心持たれてないんだと思います。やっぱり感性の鋭い人は若い学生、あやすの合わせの埋め立てるときにですね、衝撃を受けたという人、若い人は確かにおりましたけれども、そういうのがみんなに伝わっていない。でやっぱり沖縄に押し込められている。合わせの埋め立てもそうですが、ね、沖縄は埋め立てはものすごいですね。あれ、おそらく沖縄は最高だと思うんですけども、今までそういうふうにさせられてきた歴史を背負っている沖縄について、もっと強い関心を持っていかなくちゃいけないんじゃないかと。で私は反戦反基地の観点からいろいろ運動をやっておりますけども、やはりベースにそれが あって、やはりその環境にも、その軍事の問題が、浸透しているんだと思います。ベースにあってですね、例えば那覇空港もですね、もう一本滑走路を入れたということを米軍がウィキリークスで言ってますですね。辺野古とそれから、那覇とそれからもう一本伊江島とかにいるんじゃないかと、3本でいいと。だから、あとはグアムに下がるんだというようなことも言っておりました。そういう観点からもこれ見られているような沖縄というのはやはり依然としてあるんだと思いますが、これからももっと関心を広めていけるようにしながら確信をやっぱり掴んでいきたいと私も思っておりますが、なお明日ですね、
先ほど花尾さんからちょっと言われておりましたけども、町屋文化センターというところで午後3時30分、3時45分からですね、アストリさんも今日いらしてましたので、アセス裁判の判決についてですね、話してもらって、埋め立ては絶対許さないぞと、環境の問題を包括するような、埋め立ては絶対に、今日質問もいっぱい出ましたけども、知事はですね、やっぱり、自分の権限を握っていたいんですね、だからさも埋め立て、わしはするかもしれないよというようなことをですね、いつもちらつかせながら、しかし、実際にはできないというような状態が続いているんだと思います。明日はその埋め立てについてですね、みんな反対しようじゃないかという意気込みでですね、やりたいと思っております。この中にですね、書いてあります。3時45分から町屋文化センター、資料代500円です。参加している方はぜひ参加してください。はい、ありがとうございました。これは予定されると大変重要なところなので、同じくこれに関しては、あっしみさんからもご発言いただければと思いますが、いかがでしょう。まあ、確かにね、米軍基地関連に関する、まあ、ある意味で公共工事ですよね。これは現在でも沖縄では進められている。そしてそれを、大体、大型の工事は大和資本で、それを、まあ、孫受けするのが沖縄の土木建築事業なんですね。そういう意味での大型事業というのは大和に関与しているというのは実態で、まあ、それだけじゃなくて、基地関連じゃなくて、公共施設でも実はそういう状況、沖縄には起きているんです。これは中小の土建業の皆さんの問題からすればね、公共事業のがかなり、民主党政権以前からこう予算削減されてきているので、沖縄が公共、中小の土建業というのはめちゃくちゃ倒産が続いていたというところで、生き残りをというのも あって、まあ基地建設に手を貸す、まだまだ北部における事業者、土建業というのは存在しているわけですね。これは高井については、まあ、高井はこれは、下地未教関係のグループが落札して今やってますけれど、そういう、まあ、やる軍事基地建設に関わる公共事業で生き残りをという業者は今でも存在しています。で、それが、まあ、やる日本防衛協会沖縄建築部、沖縄ではね、そういうところを見て取らないといけないと思います。で、先ほども私の話の中に出しましたけれど、なぜですよ、沖縄の産業界の多く方がやっぱり、この、県民大会実行委員会の共同代表になるかということですね。で、土建業の方はそれに対する反発が実は経済界の内部であるんですよ。その共同代表になるのおかしいっていうね、そういう反発をありながら彼らはもう全面に立ったということを私は評価していきたいとし、そして沖縄のこれからもやっぱり経済というのは基地関連ではこう生きていけないんだというね、事業をもっと展開していくべきじゃないかと思います。まあ沖縄だけじゃなくて、実は3月1日に福島の武藤瑠衣子さんを呼んで名護で、勉強会があります。瓦礫の問題とかね。なぜか、まあ、直接はすぐにはつながりませんけれど、埋め立てに瓦礫などを使うというふうに言ってますので、
回り回ってそういうがれきも来るかもしれないということもありますし、がれき産業というのが福島の場合出てきてるわけでしょ、国策でね、そういうこととのものもお互い福島の問題、沖縄の問題、公共事業の問題というのは共有することはやっぱりあるのかなと思います。まあこれは今、質問されたからちょっと頭がポーンと向かっていただけですから、細かい分析はされしてませんので、そのぐらいにして一言だけ大峰海岸のことをお話ししますと、確かに大峰海岸に関して、運動体として今これだっていうのはできてません、沖縄でね。ただ問題だということで今動き出しているムーブメントはあります。これがどのように大きくなるかということで、まあ、私たち辺野古の戦い、高屋の戦いを支援している県内の仲間が今大峰海岸についてどういうふうに運動を作っていくかということで今試案中ということだけは報告しておきましょう。それからアメリカ政府は沖縄に3つの飛行場を必要としているということで、それはどこかといったら嘉手納と普天間大隊というところで、もう一本は那覇空港で、那覇空港は今民間との共有でしょ。もう一本というのはそういうことなんですよ。米軍はね、使用できる飛行場を3つ用意を日本政府に言ってるわけです。それが最後の1本というのは、おそらく那覇空港の沖合なんだろうということを私たちはうすうす感じていますので、まあ、そういうことも含めて、運動隊が今、準備をしているさなかということです。はい、ありがとうございました。もう時間が本当になくなってきました。じゃあ、あとお話ししたい方、お二人ですね。で、お二人でお願いします。それぞれね、1分でまとめてください。杉浦と申しますけれども、私たち沖縄支援ということで、埼玉県の川越市で、運動を始めて、年間に3回ぐらいはデモをやったりやっております。で、まあ、そういうこともあったりから、核実験の方からも頼まれて、安保についての話をしてくれってやったこともありますが、沖縄の問題っていうのは皆さん、沖縄の人は十分分かっているように安保問題だと私は思いますね。でところが本土の我々の方はそういう講演やったりするから今のデモやってもなかなか人が集まらんし、それから声もたくさん来ないというような状況で、私が思っているのは本土のマスコミが意識的にまあ結局安保関係のことについては冷たい扱いはすると。そして今回の沖縄の平成一揆、この原爆書を国に持ってくるというこの大事件においてさえ、まあ、東京新聞はちょっと書きました、それから赤旗さんも書きましたけれど、他の新聞ほとんど書かない。これだからマスコミ対策をこの我々こういう人たちが相当考えないと根本的な問題解決前進にはならんじゃないかと思うので、その辺にいかがですかということを一つ言って終わりにします。はい、ありがとうございます。マスコミに関しては確かにおっしゃる通りなので、で我々自身もやはり記者の方々に働きかけていくということをそれにやっていただければいけないと思います。だから申し訳ないですが、さっきの方で最終にいたします。ごめんなさいね。でやっぱり1分で手短にお願いします。天谷と申します。今日ここに来たきっかけは、杉浦さんのメールが私のところに入ってきて、それで今日憲法があるということで、他にも用事があったんですけども、こっちの方を選んでいきたいです。で、私が言いたいのは、私は簡易測定って言いまして、大気汚染を簡単に測る
装置をずっと開発してきまして、最近はですね、目標として目で見てですね、すぐに、分かる、そういう方法を開発して、普及できる段階になったわけです。それで、沖縄の問題はですね、それから持続可能な開発のための教育の10年というのを国連で今やってます。で、来年の、で10年終わるんですけども、ほとんど、知られていないんですね、このような問題なんです。それで、私は、ね、現在の世界の情勢をね、見るとね、この検証をね、その持続可能な開発、検証が持続可能な開発を破壊する、計画を入れているというのが、利用宣言 の24ケースにあるわけです。ですから、検証はですね、人道的にもなくさなきゃいけないというのと同時にですね、持続可能な社会が問題になっているときにはですね、一生ね、その検証に無駄をなくさなきゃいけないということで、必要になっているわけです。でそういうことを考えますと、今ね、その沖縄は見てね、中国とアメリカなんとかっていうのは、そういうことじゃなくて、もう戦争自身をなくすっていうね、そういう大きな方向でやればですね、その沖縄の危機もいらなくなるわけです。で、戦争をなくす一つの、最初の意識はですね、原爆というか核兵器をなくすということでね、やって、それと同じ程度の重要さでですね、沖縄の危機をなくすというふうに運動を観点で進めればですね、いろんな問題がですね、解決できるんじゃないかというふうに思って、それで、以上です。はい、ありがとうございます。ご質問の時代、時間が半額が少しだった。で、中国というのは、沖縄では、非常に地域的建設、それから公共事業というのは、密接に利用していて、そこでやられる資本はもう一回、本当に推奨されてしまい、その結果、沖縄では環境が破壊され、地域住民として対立が行われている。これはまさに沖縄を破滅していることに関わらないと。で、私たちは、今日のように、環境、グループ、それから平和グループ、さらには人権グループの方々、環境、人権、平和、それを一体に加えて、力を合わせながら、これからも沖縄のために戦っていかなければならないというふうに思います。今日は、長時間のシンポジウムの参加、ありがとうございました。100人の方々が参加されておりますので、本当に大変です。はい、これで閉会のご挨拶も全て終わりになりました。本当に今日はどうなるかなと思ったんですけども、たくさんの皆さんご支援ありがとうございました。これをきっかけにしますと、この沖縄の大問題について、ご確認をお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。